おはようございます、おはようございます。ヘルチャンネルセカンドの時間でございますよ。さあ今日はですね、何の動画をお届けするのかって言ったらですね、短いですよ。ハンターカブシ T125 に大口径のローターをつけましたっていう、そういう動画を前回ファーストチャンネルでお届けしたんですけど、デイトナの赤パッドを入れて完全にですね、当たりがつきました。今どうなってるのかって言ったらですね、すんげーブレーキ効くよ。びっくりするぐらいですね、ブレーキが効き始めたというわけでございます。でこれがですね、コントロールができないぐらいですね、効きが強くなったかって言ったらですね、そうじゃなくて、まあ慣れもあるんでしょうね。本当に指先でちょってやるぐらいでですね、めちゃくちゃ効くようになりましたので、この組み合わせ、大口径のブレーキローターと赤パッドデイトナの、これはおすすめだっていうところをですね、セカンドチャンネルで経過報告をさせていただきました。もしくはね、この大口径のローターじゃなくて普通の純正のローターでデイトナの赤パッドか、こいつよう効くんじゃなかろうかっていうところをですね、感じていますという動画をお届けいたしました。ではでは。